もうおでん。でもうすぐ。ありがとう。ございました。こんにちは。よし。こんにちは。いただきます。こんにちは。こっちは何かに書けばいいの？これ何書けばいいの？こんにちは。これ何書ければいいんですか？半分って言うんじゃない？いちごがお腹いっぱいすぎて苦しいよ。ご飯を食べ過ぎました。いちごが映っちゃう。いただきます。エンタメ買ったよ。ありがとうございます。月刊エンタメさん発売中でございます。はじめまして。めっちゃお腹いっぱい苦しいです。ありがとうございます。私はさっきシュークリーム食べてました。あ、ピカッタ。こんにちは。夜公演の髪型です。これはめんめん。やばくない？肉です。見てください。羊のあれ、このこれがでかすぎてなんか上になってる。めっちゃ羊。久しぶりの B2 公演でした。ありがとうございます。星の子最終回で寂しいね。いただきます。でもなんか漫画ね、もうめっちゃだいぶ先まで知っちゃってるからあんまり寂しくないですね。エウタンショールーム初めて、ありがとう。え、なんかついてる。あ、そうペンでね、そう先輩若菜さんとか愛香さんとかお弁当に書いてたらめっちゃここ見てください、ついたんですよ。いやー、ありがとうございます。こんにちは。あと はい、お昼公演ありがとうございました。頑張ったよ最後。頑張って今日はね、あ、行こうと思ったら今日カラコンしてる。え、してる、うん、じゃあすごい。なんかでもちょっと大きすぎて外そうか迷う中です。YouTube 見てた？あれ、グッドタイミング。しょんぱいなタイミング逃すなよ、タイミング今しかない。推しの子2期あるんですか？そうそうなん？うんうんうん。えーすごい。アニメ全然見ないけど。だってめっちゃ中途半端のとこで終わったもんな。あ、そうなん？全然アニメ、うん、でもなんか漫画がね、いい感じなんで。誰も今はちょっと見てない。愛香さんと新キロ久しぶりかも。かき氷食べないじゃん。ここにあんで、でもかき氷機はイメージ変わりますかね。わしもあ、しおんさん夢を信じてか。あ、ペナイト、もう本当に悲しいです。しおんさんハート、ありがとうございます。寂しい。嫌だよ。元気ですか？元気です。誰か料理のユニットなくしてない？あっちにあった。何やろ。誰でしょう？誰でしょう？でーでん。しおんさんのミュージックビデオが公式に上がってた。話したよ、はい、さんの時の話。あ、ラブレター、ありがとうございます。あ、だからか、後で引用しとこう。すごい、こっちは原野のことを話したら、すごい無一郎の言葉で返ってきました。やばいですね。夜公演もあるんですよ、まだ。なんかリハの挨拶の前に昼公演のオネストマンの最後でエウちゃんだけハート作ったのが面白かったね。聞いて聞いて、うん、今日さ、チチチルチュチュチュってオネストマン終わるんやけど、チルチルチュチュチュってめっちゃハートして終わっちゃってない？一人でジオさんにえみたいな感じで言われてエウスって戻したっていう事件がありました。よくわからん間違いたまにするんだけど、私はリハで太陽の回る方向間違えました、うん、意味わからん方向。ずっとやってるのになんかできないっていう時があるんですよ、たまに。かき氷美味しかった、うん、え、かき氷めっちゃ美味しかった。え、食べたの？え、食べてないの？食べてないんだけど。みんな食べてるよ。え、なんで？全然食べてないんだけど。なんで食べてないの？え、絶対勝負屋でいたんだけど。めっちゃ面白いです。え、リサちゃん食べてないそうです。リサちゃんはかき氷を。
無理無理、みんな食べたよ。うん、そういう感じなんですよね。みんな食べてんじゃん。レインボーの星、みんなと一緒にかき氷食べました。昼公演入ります。おお、つけます。昼公演前にスカーフ買いに行ったら売り切れやった。ねえ、売り切れ、ありがとうございます。今日からてないんだけど、ビッグ、ビッグ、なんだっけ、ビッグクルクルタオル。私はスタッフさんじゃないわ、ニハッキーで、ニハッキーでスタッフさんに、うん、あのかき氷食べたりするって、じゃあかき氷やるかなって安いしな。こんにちは、マンゴー味じゃね、あのレモン味です。こんにちは、昼公演。え、コンサートも楽しかった、ありがとうございます。準備してた。スカーフね、めっちゃ、そう、スカーフたくさん持ってくださってて、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。食べてないんだけど、うん、嬉しい、嬉しいです。完売、なんか朝早くから並んでくださってたりしたらしくて、すごい嬉しいなって思います。ありがとうございます。赤いだるま、元祖 AKB さんのくるくるスカーフ、ねえ、いいな、羨ましい。もっとたくさんスカーフ置くように言っといてください。オッケーです。スカーフうまく回せなかったので自主練しますわ。お願いします。ぜひ、ね、楽しみにしてます。準備はね、衣装の関係なんですよ。公演とかでもよかったんですけど、公演後に、ね、これで行こうと思って、すぐに掃除をするために私は、さっきやっちゃったんですよ。その間に食べられたんだけど、かき氷。どこまで映ってるんだろう。食すぎるんだけど。ちょっとちょうどいいでしょ、3撮ったの。ここから、ここから映ってんの。水を早くするのもいいです。ヨウちゃんのうちは作った？嬉しい、ありがとう。でも本当に楽しいですね。なんか昼夜ってあの始まる前は、ああ昼夜か、体力大丈夫かなとか思うんですけど、うん、公演後に意外とね楽しい、公演終わったら、うん、あ楽しかったみたいな感じで終われますね。ゆっくり寝れるし、うん、昼夜の時ってさ本当にさ、なんかもうスッて寝れるよね。え、本当になんか、うん、布団入る、あ朝だみたいな、うんうんうん、そうなんですよ。あっという間なんです。お弁当、お弁当リサと一緒のやつ食べました。このなんかローストビーフとサラダみたいな、美味しいね。修学旅行でお弁当出たんですよ。でかき氷も食べて、お弁当出たらまさかの NMB でいつもよく食べてるお弁当が出て、すごくちょっと悲しかった。みんなはお弁当やべーとか言ってて、食べたことあると思ってめちゃくちゃ前なんかすごい5回に1回ぐらい食べてると思ってちょっと悲しくて、でみひなにその話をしたら、まさかのみひなも違うお弁当やったけどいつも NMB でできてるお弁当食べて、すごい1人だけテンション低いねっていう話を。さすがリサヒ、うん、すごいです。すごいですとか言って。今日はわーわー、なになになに、聞かなかったです。横腹ちょこ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 じゃない、こちょこちょ。今日は何とかできるかな。今日はね、もう早く帰って寝ます私。かき氷で好きな味は、かき氷で好きな味は、うーん、ちょっとね、学年レクリエーションの締めがこの学年から芸能人が出るといいですね。レモンが一番好きで、どういう心情で私はおればいいだと思って、陰キャだから端っこにおってね、楽しくさ、レモン見てるだけやったのにさ、でも、芸能人がこの学校学年から現れるといいですね、果実みたいな入ってるやつが好きです。いちごとかミックスジュースとか、ハートありがとうございます。そういうのがすごいラブ。あとミルクティー味みたいな、あでも抹茶味のかき氷この前食べました。ガーン、いっぱい寝るんだよ、ありがとうございます。おやすみ。ほらもう羊だからもう今にも寝れそうな感じっていうね、かわいいです。学校で全然こんにちは、話しないんですよね。いちごの果実が入ってかき氷食べた、いいなぁ、抹茶が好きやなぁ、好きです、めっちゃ好き。決めポーズミスんなよ、オッケー。もうほんまに最悪じゃない。チャラチャラチャ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 チ
悪目立ち。ハニガト。ありがとう。こんにちは。こんにちは。です。うん、25のハート、ありがとうございます。セブンの白クマが練乳たっぷりで美味しい。そう、いちご、いちごの、そう、昨日コンビニ行ったら知ってました、うん、あの、アイス食べようかなと思って、うん、あの、うんうんうん、違う、アイスじゃなくて、私はお肉を食べたかったんです、あの、え、ビーチのところのや、隣にあるやつを食べたくて、うん、とりあえず行ったんですよ。みんなと行ったら、みんながアイスのところを見てて、ふと見てみたら、うん、私の大好きな白クマめちゃくちゃ好きなんですよ、うんうんうん、そういうのをまさかの大好きなイチゴ味を売ってて、うん、もう大好きと思って買いたいと思ったけど、ちょっとその時は肉の気分だったので買わなかったんですけど、うんうん、美味しそう、やっぱり美味しかったんか、買うわ。次のナンバラ超早くめっちゃ面白いナンバラエティの時にね、買いますわ、うん、一週間、うん、そう、南原公園ね、同期と一緒に出るの初めてなんですよ、私。坂田ポジだったんで。ああ、そっか。そう、同期と一緒に出たことなくて、そしたらもうね、3人ぐらい一緒に出れるかな、うん、あの、サクとリサと。嬉しい。で、しかもなんとレイポン初日っていう ね、後輩のこと公園に出るのは初めてなんで、うん、もうめちゃくちゃ緊張しますね。なんか初めてウーカさんとアーノンさんと出ます。ウーカさんとアーノンさん、うん、アーノンさん、あ、でも N ではご一緒したことあるんですけど、ナンバラ1.5 倍速1.5 倍速だってすごいな。ナンバラエティ9期生ね、ヨウなら大丈夫、本当かな、ね、めっちゃレイポン、レイポンかわいいな、レイポンかわいいな。どうでしたか、一緒に寝ます。アーノンさん同い年です、うん、ねえ、びっくりですよね、同い年、同い年でもあんなに経験、またぎで同期がいることのなんていうの、幸せをすごいナンバラって感じた、うん、確かに M の時に、うんうん、え、マコトさん多分チャピオったよな、うん、N の初日、うん、うん、M の初日に、うんうん、誰が、え、N の初日ってさ、8期だよった、うん、え、サッカーだ、あ、だけか、うん、か、それで坂田って言ってた、また、うん、あ、そっか、そうです、去年の夏ぐらいかな、あ、そうや、めちゃくちゃ急遽覚えてたやつや、え、そうじゃんライブの練習大変、え、どう、大変、え、大変、確かに確かに、まあちょっと大変、まあでも弥生はまだあんまり今からって感じ、あー、まあ確かに、私はもうこいとつね、初めて来た時にマジで坂田と年下に見え、確かに、唯一坂田はね、坂田はね、さんがちょっと元 B2 だったんで、全然まだ仲良っていう感じですか、距離が近かったんですけど、もう信じたよね、年下にはあんまり見えないかなって感じはい、はいって、いいよいいよいいよ、英語だよ、英語だよ、坂田呼びじゃないよ、全然、美咲って呼んでるよ、坂田逆や、マコの初日にやゆでてたんか、弥坂でまた公園出てほしい、そうマコの初日にね、出ました、うん、レイポンは N か M かでどっちにしようかなって思った時に、ケイトさんが M いるからっていう理由で M 選んでまたげて、そう、コンサートのね、髪型をめっちゃ迷ってます、ハーフサイドポニーするねんて、え、しない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 ですね、めっちゃ楽しい、ほんまに安心感が作って、公演はするかもしれないけど、コンサートではちょっとハーフサイドポニーはちょっとなんかハードル高いかなって感じ、コンサートの時に、いや、 M の時にほんまにド緊張よ、周り見てさ、うんうんうん、初めて話すみたいな人しかおらんから、うん、もうでもどっかでハーフチームしたいなって思ってて、うん、 M だから、 M の時は何ついんだろう、高め、なんだろう、話せんくって、でもナンバラの時はやっぱり同期やるからちょっとなんか積極的な話、ツインテール、うん、サイドポニー、まんま、ミヒーツイ、ミヒーツイね、でも一回やったよな、なんやろ、うーん、
でもなんかハーフ系が似合うってよく言われる、うん、ハーフツインめっちゃ可愛い。ハーフ系したいの。ハーフツインしたいし、なんかちょっと固定ヘアっぽい感じの三つ編みとか固定ヘアの違うバージョンみたいな。だけででもこうやりたい、うん、うさちゃん、うん、高めっぽい。ひろさんがさ生誕祭でね、下から来ました。ありがとう。ポニテ、ポニテね、ポニテいいんですけど、めっちゃいいんですけど、ポニテはでも結構ね、大変っていうか無理なんですよね、私ポニテがなんかもううーってやらないとできなくて、うん、メイクさんも3人がかりぐらいでやらないとできなくて大変なんですよね。だからライブとかなったら時間ないからどうなのかなって感じ。めっちゃやりたいけど、キートちゃんと話せる分野になった。全くですね。モモムシの田中玲奈さんの髪型、no. ええこれこれですか、これこれシャバシャバーみたいな。ちゃんと考えたい。あ、そっか、計量計量計量そう、計量がね。あ、やばい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 、ちょっと待って、もうやばいよ、40分だよ。マジマジマジじゃん。はい、ランキングを読ませていただきます。すいません。13位、ヨシさん、ありがとうございます。そして12位、三十郎さん、ありがとうございます。ピアノマンさん、11位、ありがとうございます。10位、みのりちゃん、ありがとうございます。9位、ことはちゃん、ありがとうございます。8位、ロイヤルアスコットさん、ありがとうございます。7位、鉄メガネさん、ありがとうございます。6位、リーさん、ありがとうございます。5位、高野チャンプルーさん、ありがとうございます。4位、野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。3位、山助、ありがとうございます。2位、あやちゃん、ありがとうございます。1位はともひこさんです、ありがとうございます。せーの、炎、ありがとうございます。よし、ごちそうさまでした。いいですね、変身ね。ありがとうありがとうありがとう。ポニーテは毛量が多いから大変、毛量が多いから、ね、大変なんですよ。私は挟まってない。ユーナは頑張ります。上唇の間。それでは皆さん、ありがとうございます。夜も頑張ってきます。ぜひ DMM 配信からご覧ください。ランキングを合わせていただきます。ありがとうございました。バイバイ。